田財務次官の辞任で財務省は事務次官と国税庁長官が不在という異常事態になりました。財務省から中継です。はい、財務省では20年前の接待汚職事件以上だという声も出るほど深刻な事態になっています。セクハラ問題を受けて辞任となった福田次官の代行には矢野官房長がつきますが、矢野官房長は今回のセクハラ報道をめぐって被害者に名乗り出ることを求める調査を行い、また名乗り出ることがそんなに苦痛かと話し、批判が集まっている状況です。これに加えて佐川前国税庁長官が大阪地検特捜部に任意で聴取されるなど、森友学園の文書改ざん問題の処分についても目前に迫っています。文書改ざんや口裏合わせ、それに加えてセクハラ問題など幹部の相次ぐ不祥事で組織の信頼が揺らぐ中、立て直しには相当な時間がかかりそうです。